さて、前回のね動画第1弾ではですね、三強の最新機種フィーバー1000機で使用シンフォギア、これのねスペックだったり、遊び方、これを説明してまいりました。はい、まあ、今回からね見てくださるという方もいらっしゃると思いますので、以下のようにまとめてみました。こちらの方をご覧ください。進化した1種2種混合タイプということで、5つのポイントを挙げさせていただきます。まず1つ目は、約199分の1のライトミドルタイプとなっています。2つ目は通常時の大当たりからは 100% 時短に入りまして、保留4回転も加えたチャンスタイム最終決戦というものに突入します。3つ目はシンフォギアチャンス、本機の一番の肝となりますこのシンフォギアチャンス突入率が約 52%。 4つ目、シンフォギアチャンスのループ率はなんと約 80%。 最後にシンフォギアチャンスは V ストック、そして最終7変動目が大チャンスということになっております。まあ、ポコミがまだシダそんなにしてないっていうので、はい、まあ、見ている皆さんと目線が非常に近いのかなということで、まあ、私は後ろからちょっと見させていただいて解説をしていけたらなというふうに思ってます。わかります。では、はい、サポートよろしくお願いいたします。わかりました。じゃあ早速実践開始です。早速打ちたいんですけど、はい、これ着席っていうなんか着席顔のクールな子が大丈夫ですか、着席座れ的な感じのされてます。あ、着席ちゃんとバシッしてるんで、ね、はい、はい、しっかり打っていきたいと思います。はい、CR フィーバー戦機絶唱シンフォギア、まあ、ちゃんとあれですね、タイトルちゃんと言ってくれるですね。はい、なるほど。これ本機のキャラクターの6人分のこの、なるほど、演出があるそうですね。この待ち受けじゃないですけれども、じゃあまた 6パターンあるから、その子によってなんかちょっと言葉違ったりとか、はい、セリフも変わってくるということですね。はい、こういうのね、やっぱファンは嬉しいですよね。いやー、たまんないんじゃないですかね。はい、おロゴが止まりましたね。はい、さあこれでね、疑似連2回目ですね。はい、さあリーチが上がりましたが、なんかを飛べようとしてます。特殊図柄が止まるかどうかですね。あー、ダメでしたね。はい、そうですね。あ、でもすごい、ダイブしてます。さあ、これはどうなんでしょう。お、石器、おお、さあ、この石器絶唱の煽りから、あ、これはガセか、あれ、おお、あ、先読みですかね、これね。またブルブル変動をまたいでの先読みでしょうか。はい、これは最強さんおなじみという、私の大好きな予告なんですけど、このボタン5。さあ、保留のところ、手紙なんて書いてありますけどね。なんかすごいシュールなんですけど。キャラクターによって、まあ、背景のね、ステージによって、保留も変わってくるんでしょうね。お、お、なんか出てきた。あ、ギミックそうですね。あれ？降りてきました。これはちょっとチャンスですかね。期待しましょう。あ、チャンスって出てきました。おおおお。さあ、リーチが取りました。お、なんかアイテムが出てきましたね。おお、なんかすごい。さあ、クリス、これソージャリーチですね。弱パターンと強パターンがあります。はい、発展すると強パターンですね。あ、役は乗ってきましたけど、さあこれで強パターンに行きましたね。なるほど、はい、すごい、歌詞が
歌詞がすごい出てきてくれますけどいちいち出てきてくれます、はいはい、いちいちってまあこれもキャラクターによって種類がありますよね。はい、やはり主人公の響きが出るとチャンスということになりますけれども、残念ながら外れかな。ああ残念、ね、まあ、通常時は、基本ねやっぱり弱性のリーチからエピソード系のリーチだったり、はい、あとは絶唱リーチというのがありますので、はい、そのあたりが出るとという感じですね。やっぱり、はい、なんかめちゃなんかすごい、なんかめちゃ派手な剣がなんかめちゃくちゃでかい保留が来て、これはちょっと注目しましょう。これさらにボタンバージョン先読みを切ってましたよ。これちょっと期待しちゃうんですけど、おおお、はい、さあボタンプッシュで、お、なんかすごいチャンスそうな、何を支えに立ち上がる、何を握って力と変える、役者がゆっくりこう動いてます、微妙に動いてますけども、心は確かに折り砕いたはず、なのに、おーおー、何をまとっている、何をまとってるんですか、お前がまとう、それは一体何だ、何なのだ、すごい相当力が入ってますよ。すごいですね。おおおお、精鋭、これ三大キーポイントのうち一つですよ。大視聴ぞこれ。うわすごいすごい、おおおお、おおお、そして、え、そして、で、で、あ、熱唱来たよ。あ、え、ブラックアウトということは、え、これは長くないですか。すごい長いで変動してますもんねすごい、え、おーおーおお、すごい、これがこの間がたまんないですね。70億の絶唱リーチと、ほう、もうなんか聞くからにめちゃくちゃ熱そうですね。そうね、うー、おーおーおー、これはすごいおお、すげえ。絶唱。ちょっと私原作詳しくないんですが、聞いたところによっても絶唱っていうのはもうかなり殺せるって聞いたんですけど。もう相当な時に発動するものだというね、はい、話は聞いておりますけれども。6人じゃない。私が束ねるこの歌は。ほうほう。おー、期待度も高い、すごいですね、この流れはかなり期待できますね。これはもう見るからに期待できますよ。おーおー、いやー、これは大丈夫なんじゃないかな。おー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 、引きまーす、引け、えい、おーちょっとやっぱり気持ちいいですね、はい、いっぱい役者出ましたよ、リリックがもうオール、おーおーおー、すごいすごいすごいっていう感じですね。素晴らしい、いやー、やっぱ気持ちいいですね。三図柄ね、図柄揃いでの大当たりと、はい、しましたということになりましたね、はい、いやすごい。でさあ、大当たりはですね、はい、全て右打ち消化ということになります。さあ、そして本期はですね、はい、はい、他の一種二種混合タイプとは違います。はい、大当たりをすれば必ず時短がついてくると、これがたまんないですね。これは嬉しいですね。時短1回プラス保留4回のチャンスタイム、最終決戦へと突入します。上たらにある十字キーでね、選べますんでね。よし、来ましたよ、はい、最終決戦。さあ、そしてここですね、はい、液晶の指示に従って右打ちを開始していただければ、もうあとは簡単、
やっぱりね、保留を貯めなければいけませんから、はい、時短1回に合わせて今保留がすべて、はい、抽選完了と出ました。これで、5回の抽選を受けることができるということになります、はい、その後もね、打っているとこのようにアイコンの色が、ね、はい、今変化していくと、はい、ありました。赤もありますよ。赤はチャンスアップ、かなりチャンスですよ。いいんじゃないですかこれ、はい、これ1回いけるんですよ。さあこの変動で 7.4 分の1をいい感じじゃないですかね。これは行くことができれば行くぞー。で、あれ私がやったから悪いのか。まあまあまあ、まあ、あれそう、でもまだまだチャンスは、まあまあまあ、まだ4回もありますからね。あと4回ありますから、うん、さあどうでしょうか。いきます。でい。あれ。あれれれれ。いや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 。いやいやいや、まだまだですよ。約 52% ですからね。まだまだありますよ。クリス。はい。頑張ります。さあどうでしょうか。いきまーす。で、おー、いった。え、全然期待してなかったんですけど、今は。今はもう結構、ね、パネルの色って全然だってね、特に別に、うん、こんなでいいんですか。これで 80% のループに行っちゃっていいですか。すごい。さっきのシダの時もそうでしたけども、はい、意外とね、緑とかなんでもないとこから結構当たってるんですよね。あ、じゃあね、なんでも全部期待できたんじゃないですか。そうね、やっぱ大当たり確率がやっぱ高いですからね。そうですよね、うん、さあここはね、V しっかりと入れましょうね。エクション指示に従って右打ちすると、はい、V 入賞して大当たりと、ね、いうことになります。いや嬉しいな、やっぱいいですね、毎回こうチャレンジできるっていうのが。そうですね、大当たりにね、種類があります。フィーバーだとスペシャルフィーバーとかね。はい、よし、ボタン、あー、普通のフィーバー、普通のフィーバーだと、4ラウンドですね。まあそしてですね、見事新保険チャンス突入と、はい、いうことになりましたので、6種類ありまして、はい、好きなのを選べるということなので、まず最初はこれ主人公ですね。そうですね、ちょっと主人公を選んでみました。はい、新保険チャンス突入、ここからはですね、約 80% のループですから、はい、ちょっと簡単に抜けられないですよ。いや大丈夫です、さすがに 80% ですよ、はい、大丈夫大丈夫。さあこの際もね、右打ちですね。はい、なんか結構この球が飛んできて、ここの図が、ま、なんかオーラみたいなのが色が変わることがあったんですけど、一応、はい、液晶下の数字は7からのカウントダウンになってますね。あ、なるほど、はい、じゃあ残り3で今2という2。なので最終変動は、冒頭でも言いましたけれども、もう一番期待度が高いと、まあ、それまでに当たってしまえばそれが一番いいんですけれども、ここで当てちゃいますよ、はい、ちょっと、あ、バトルが始まりました。当てちゃいたいと思います。ここもあの緑になってますよ。お、あ、赤になりましたよ。これはちょっと期待できますよ。いい感じじゃないですか。さあ、響きはね、図柄増殖タイプということで、はい、シングル、ダブル、トリプルとライン数があるんですけども、え、今シングル、これシングルですね。え、どうでしょうか。あ、あ
シングルで当たっちゃう。うわ、当たるんですね。すごいね。いや、こういうの嬉しいですね。うわ、いいね。この音もいいね。簡単に当たっちゃいますね。口音も最高。うわ、さすが80番。来ましたね。だから今のはその最終変動を待たずして当たってるパターンですね。そうですよね。だからもう7回転以内というか。う、ね、あ、待って、え、ポコーンって出たんだけど。え、ハンドルポコーンって出ましたよ。これ今までにもありましたよね。ありましたよ。っていうことは、ということは結構いい感じのラウンドなんじゃないですか。はい、ギガ V コンボとかもありますけども、ね、何が選ばれるか。あー、行きましたよ。ギミックも降りてきました。お、コンボコンボ。いや、コンボ大好きなんですよ私。はい、お、緑になって紫。おーおーおー、離した。あ、はいはいはい、何、話すケースなんだよな、冷めてから。あ、これ絶勝じゃないですか。これ大当たり中に絶勝演出が起こると、この変動が、この大当たりが、最大ラウンド獲得と、はい、V ストック、どっちにしろもう最高に嬉しいですね。あれ、待って、 V ストック、うわ、しかも2位なので今ちょっと待って、わけわかんないんですけど、マックスラウンドを獲得しつつ、V ストック2個すごくないですか。うわー、そりゃすげえ。ではさ、もう即当たりです。すごいね、これはね、面白いですよ。でね、注目したいのがこのね、V のね、オーラ。はい、このオーラの色で、その後、あ、だって赤になりました、一気に。ラウンド数だったりの示唆をしてくれてるということで、はい、これ赤っていうのはかなり強いですね。お、期待しちゃいますか。まあ、今ね、V ストックが2個ある状況での1個目なので、はい、とりあえずここは、赤なのかな。おー、出ました、ヤクモの。全部出てくると、これマックスラウンド獲得ですね。スペシャルフィーバー。いや、引けちゃいますね、マックスラウンド。ね、さあ、ということで一通りですね、はい、体験していただきましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、もうちょっと、はい、ライトミドルですよね。そうなんですね、めちゃくちゃなんかもう自分でもちょっと引いちゃうぐらいこんなに出ちゃっていいのかなって思うぐらいもうすごい引けちゃって、はい、もう正直めちゃくちゃ楽しかったですね。すごかったですね、はい。第3弾はですね、ポコミの国家に私ドテチンが加わりまして、このシンフォギアチャンス、この 80% の威力をですね、はい、さらにお見せしていこうということになっております。ということで今回はこの辺です。さようなら。さようなら。